鈴木九郎頃から、影響12年は、室町時代の商人、僧侶、木の国の生まれ。現在の東京都中野区から、新宿区西部の開拓や商売で成功し、中野長者と呼ばれた人物として知られる。代々奇襲で、熊野神社の祭祀を務めた鈴木氏の末裔で、大英年間に、武蔵区に玉郡中野湯に来たとされている。武士の出自であるが、 武士として、生計を立てることはできず、馬の売買や当時荒れ地だった中野付近の開拓で、生計を立てようとした。商売は成功し、財を築き上げて、金号の誰よりも、財を成し人々から、中野長者と呼ばれるようになった。これらを糧に、信仰心の扱った鈴木は、自身の故郷、奇襲の熊の十二諸本源を祀った神社を、自身の開拓地に建立した。 現在西新宿にある熊野神社。付近一帯は十二社とも呼ばれている。現在の上岸寺鈴木には小笹という一人娘がいたが、18歳で死去した。これは鈴木に大きな悲しみを与え、残りの人生を仏門に生きることを決意させた。影響十年のことであった。なお、ただしれんと改め、特土し自身の邸宅を寺院とした。 その後、影響12年に65歳で死去した。墓所は、自身が建てた上岸寺にある。ありがとうございます。